さっきさ、辛いの食べちゃってさ、鼻水が止まんなくなった。辛すぎて、涙と辛いのが止まんなくて、配信前に食べるんじゃなかった。泣いてたわけ、悲しくて泣いてたわけじゃないんだ。なんかめっちゃ辛いやつだった。油断して食べたら辛かった。こんばんは。やばい。ちょっと。そう、まだヒリヒリしてんだよね。口の中。ちょっとガム食べてもいいですか。いい。辛い。鼻水が垂れてくる。ほんとね。とりあえずガムで辛さ抑えられるからガム食べる。配信前にちょっとご飯済ましとこうと思って食べたんだけど激辛だった。だいぶ収まってきた。こんばんは。ヘリアンさん、ウリンちゃん、ミハヒナさん、ハマヤさん、モンブランさん、ミーハンヒナさん、豊中のヒロさん、ギフトありがとう。レンタルキャットさん、プーチンさん、空飛ぶドラえもんさん、アヒルさん、ジャボテンさん、トールさん、ハルキングさん、ギフトありがとう。ワタルさん、ケイチさん、ギフトありがとう。ガントチャットさん、怪盗キャット、ありがとう。ツーミーさん、サルヤマさん、ギフトありがとう。ダースーさん、ありがとう。ケイチさん、ズーミンさん、空飛ぶドラえもんさん、キョンシーさん、ギフトありがとう。アッチャさん、かわいいありがとう。ケイチさん、ジャボテンさん、クンモモさん、ギフトありがとう。ジャボテンさん、ズーミンさん、ソリオさん、ユキハさん、ブンちゃん、カタカンタカさん、クジマスさん、タカさん、ありがとう。だってくしゃみ出そう。本当に喉が痛い。もう食べない。もう食べない、この辛いやつ。何食べたかは内緒。フミットさん、カルカンさん、サンライナーさん、キルシーさん、ヨッシーさん、青鷹さん、ゆしとさん、ざんたくさん、おとさん、ヘリアンさん、ありがとうございます。Bless you。 ハイキーさん、猫キャット、怪盗キャット、ありがとうございます。かわいい。
あ、だいぶ落ち着いてきた。カタカナのタカさん、ハルキングさん、ギフトありがとうございます。前髪ちょんちょんなのよ。もうこの1週間ぐらいはずっとこれでいきます。まあ1週間ぐらいしたらちょっとは馴染んでくるでしょう。リンちゃん、ギフトありがとう。アンちゃん、かわいい、尊い、ありがとう。ブログ提出したので今日更新されると思うので、また時間がある時に見てください。今日の夜更新されるか、それかマネージャーさん判断で明日になるかどうかは分かんないけど。あ、更新されてました？あ、じゃあまた時間ある時見てください。なんか秋のこと書いてます。秋のこと。今回何書こうかなって思って、ちょっとネタがあんまなかった。でもあること書いてます。くじまささん、かたかのたかさん、レフトさん、なるしさん、わらびもっちさん、くじまささん、ギフトありがとう。しろくろさん、かわいい、かわいいギフトありがとう。あ、えへん虫が。ハルキングさん、サルヤマさん、ギフトありがとうございます。なんか帽子かぶっとこうかな。なんかどんどん浮いてくる気がする。前髪が。帽子かぶっとこう。これだったらまあわかんないでしょ。ジャボテンさん、ウリンちゃん、カイザーソゼさん、カタカナのタカさん、パフィンさん、イスタありがとう。シンチさん、サリアンマさん、ありがとう。クジマスさん、リョウさん、ソリオさん、ムさん、カイザーソゼさん、クジマスさん、キンヒトありがとうございます。なんか花粉症の人みたいになってますね。なんか花粉やばいらしいですね。私花粉症じゃないからさ、本当に見てるだけで辛い。気持ちがわからないけど、どれぐらい痒いのかとか、もうどのぐらいくしゃみとか鼻詰まりがあるのか、私にはちょっと計り知れないんですけれども、なんかこう箱ティッシュ持ってたり、薬飲んだり、なんかくしゃみしたり、なんか眼鏡かけてたりしてる人たちを見ると辛そうだなって。メンバーにもね、ちらほら花粉症の人がいます。私は生まれてこの方ずっと花粉だけにはね悩まされずに生きてきました。
で毎年あ今年は発症してしまうかな、今年はついに花粉症デビューするかなってちょっと不安になるんですけど、でも一向に私は花粉症になる気配がありません。なんか強いんですよ多分鼻とかそういうなんだろう杉とかブタクサとかなんかあるじゃないですか、多分強い方なんだと思います。そうでも今辛いもの食べてなんか鼻すすったりこんなしてたから花粉症の人みたいでしたね。せいちゃん、きよさん、はるきんぐさん、むーさん、ギフトありがとうございます。そう、強い鼻持ってるんですよ。私アレルギーが本当になくって、なんかこうほこりがわーって湧いたりしたらもちろんくしゃみとか出たりするんですけど、掃除してる時とかね、こう昔のものを片付けてる時とか、なんか懐かしいものを取り出してる時とか、こうあんまり触らないところを掃除してる時とかくしゃみは出るんですけど、全然ね鼻炎でもないし花粉症でもないし、だからかわいそう本当に鼻弱い人。本当にめっちゃかわいそう。私の私のお兄ちゃんが鼻炎持ちなんですよ。だから多分今すごい秋とかね、秋春秋の花粉のシーズンはひどいので、多分今ねくしゃみしまくってます。くしゃくしゃくしゃってもうめっちゃ連発でするんですよ。10回ぐらいするんですよ。みたいな。もう大丈夫って。そう、お兄ちゃんはアレルギーなんです。鼻炎で。そこは本当に私の弱点は兄に、鼻に関してはもう兄に遺伝しました。再販ポチりました。え、ありがとうございます。そうなんですよ、お話し会がねまた再販、第二次再販が始まったんですよ。もう第二再販なんだって感じなんですけど、ちょっとこの間でね10月の分はもう申し込めなくなっちゃったんですけど、まあ今回18時から始まった第二再販では11月の4日の分はからお申し込みできるようになっております。でこのね11月4日土曜日の開催分は今回の第二再販が最終の受付だそうです。まだ発売もしてないのにさ再販ってなんかさせっかちだよね。和重さん、カオスさん、カイザーソゼさん、ギフトありがとう。せいちゃん、ズーミーさん、かずしげさん、ジャボテンさん、くじますさん、おとさん、ダイスさん、キヨさん、ハルキングさん、ギフトありがとう。ね。11月4日はグリーンアリーナでユミリンさんの卒業コンサートがあった次の日ですね。いろいろお話しできることが、まあ、積もっていると思いますので、皆さんよかったら
お願いします。ね、みんなで思い出を作りましょう。10枚目お話し会。10枚目は11月1日に発売されます。11月1日に発売されます。なんで帽子かぶってるの？前髪が短すぎて浮いてくるから押さえてるんですよ。ほら、まあ別に被らなくてもいいけどさ。ここの短さに関してはさ、こめかみの上にあるからね。ここ本当に切りすぎたよ、本当に切りすぎたよ。可愛いって言ってくれてありがとう。あいこさん、リップの色ですか？こだわりはね、特にね、なんかめっちゃあると言われるとそんなにないんですけど、まあ強いて言うならマットよりもちょっとツヤ系が入ってるのが好きですね。ちなみに今つけたのはこちらのロム&という、もう女子ならみんなが知っている韓国のお化粧品のメーカーです。ロム&2人に1人は持ってると思いますね、このロム&のリップはね。そんな感じで私もその2人に1人は持っているそのうちの1人だと思います。色はだいたいね、自分のこの人差し指をグッてやった時、やってこうやって離した時にじわって映るこの色に合わせてだいたいリップ買うようにしてます。そんな感じかな。あ、思ったよりこだわりありましたね。でもね、これはピンク系なんだけどオレンジ系を買う時もあるし、なんかちょっと赤系が使いたいなっていう時もあったらチャレンジして赤を買ってみたりする日もあります。ハルキングさん、空飛ぶドラえもんさん、カイザーサジさん、ギフトありがとう。そうよ、なんかこのチークの選び方とかリップの選び方とかね、意外とその自分の顔とかこういう手とかのにね、馴染みのある色を選んだ方がやっぱいいんですよ。愛こじの話し会申し込みたいです。初見でも大丈夫ですか？全然大丈夫です。お待ちしております。初見さんでも大歓迎です。10枚目シングル、君は何を後悔するのか、皆さん後悔しないようにお話し会ゲットしてください。リアルツーショット、オンラインお話し会、どこでも私は楽しみに待っておりますので
全然ね、なんか初めてだから相腰のこと何も分かんないやっていう方もねいると思うんですけれども、うん、そういう方も勢い任せにちょっと申し込んでみて、実際始まったらいろいろと話すこととか出てきたり、私が思ったより話しかけてきたっていうこともあるので、なんかちょっとでも気になってたり、なんか愛子自体そういえば話したことないなとか、なんかちょっと話してみたいかもって思ったら、1枚からでもぜひ来てみてください。まあ決してそんな怒ったり威圧的な態度を取ったりする、そんな態度はしないので、気まずくならないように私もするのであ、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 みたいなあ、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 え、誰ですかみたいななんかそんな感じにならないように私もはい、ニコニコで待っておりますので、遠慮なさらず、そんななんで来たのとかも言わないし、え、誰とかそんな風に言わないから、そういう人がいるとかじゃなくて、そういうことはしないっていう話ですよ。そういうことしないのでご安心ください。バラちゃん、ジョー君、関さん、ハルキングさん、空飛ぶドラえもんさん、カイズソゼさん、リヒトありがとう。見知らぬ人が来た時、え、もうそれは最初に、あ、こんにちは、初めて見るかもですって言って、やっぱり初めてですよね、なんで来てくれたの、ちょっと気になったのとか言って、よかったらまた話してくれませんかとか言ってまあ2回目来なかったり来てくれたり、いろ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 って感じです。うりんちゃん、さるやまさん、きよさん、みくねさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。そんなんだったりなんたりかんたりラジバンだり、初めてのオンライン話し会の時めっちゃニコニコだったそうですよ、そんな真顔で仏頂面で、あなた誰ですかとか言わないまあそういう日があってもいいと思うけど、まあ基本的にはそんな、なんとかさんって言うんですね。うん、初めてなんだね、ありがとうね。愛子寺のことを、じゃああなただけ、そうだな、特別な呼び方してもいいよとか言って特別な呼び方していいよ、私はじゃあ〇〇さんのことを、まるまるっちって呼んじゃってもいいとか言って、じゃあまたお名前呼び合いましょうねとか言って終わったりする。それでまあ覚えて、次2回目来た時に覚えてなかったらあれこの間来てくれてたっけ、そうだっけ、もっと来てくれないと私おバカだから覚えられないんだよとか言って言ったり言ったりしたり、なんたりかんたりラジバンだりって感じです。はい、ちょっとごめんなさい、前髪がどうしても気になるのでやっぱ帽子かぶっておきます
もうずっと触っちゃうので。くじまささん、ハートありがとう。ジャボテンさん、うりんちゃん、猿山さん、ギフトありがとう。ちなみに、10枚目のお話し会の日程をまたおさらいしますと、11月の4日から第2再販は申し込めますので、11月4日土曜日はオンラインですね。オンラインは秋服を着ます。秋服めっちゃ可愛いやつをね、めっちゃ可愛い秋服ゲットしたからね、11月4日着たいなって思ってる。自慢しちゃおーっと。11月4日のオンライン秋服パート1です。で、そう、買ったのもう買ったんだ。なんかオンライン話し会があるからっていうのもあるし、ね、普通に可愛くて買ったっていうのもあるそうで、11月23日もこちらもオンライン話し会ですね。秋服パート2。11月23日は祝日、何の日かな、勤労感謝の日、勤労感謝の日です。秋服パート2、また秋服を着ます。勤労感謝っていうことなので、愛子人に感謝しに来てくれてもえんやでありがとうって言いに来てくれてもえんやで。逆にみんなもたくさんお仕事頑張って偉いねって、私が言ってもあげてもええんやでほんで、12月10日の日曜はマリンメッセ福岡です。福岡でのリアルお話し会は初めてなので、ちょっとドキドキしますね。この日はサンタの服になります。赤か青か黒か白か分かりませんが、まあ多分赤白、でも多分赤だと思います実は毎年ね、サンタの衣装のデザイン違うんですよ。なんか着るメンバーによって毎年ね、結構ちょっとずつここがリボンがあったり、ここにリボンがなくてこういう形だったりとか、ちょっとずつね違うので、それを今年も楽しみにしていてください。マリンメッセ福岡サンタ衣装です。しかも12月10日はあれですよ、私12月7日が誕生日なんですけど、その3日後っていうね、お誕生日直後のお祝い、そうなんです。なので誕生日を迎えたばっかりの私にお祝いをぜひしに来てください。おめでとう言いに来てくれるのをみんな待ってます私は一人待っておりますので、たくさん、まあ、サンタの格好してるけどみんなからありがとうをもらいに行くもらいに行く日ですだと思ってます。それで次が12月16日の土曜日、これはオンラインです。ちょっとまだ秘密にしております。シークレットデーです。どんな服を着るか楽しみにしていてください。でしかも12月16日が2023年最後のお話し会なんですよ。
2023ラストのお話し会が12月16日なので、まあオンラインではあるんですけれども、かわいい何かを着るか、かっこいい何かを着るか、普段着ないあれを着るか、まあね、楽しみにしていてください。こんばんは。年内ラスト、私と一緒にお話をしていい締めくくりにしましょう。で、1月の13日の土曜日はオンラインお話し会です。1月13日は2024年になって最初のお話し会です。はい、まあっていうことはお正月っていうことなので、お正月コーデをしたいと思います。これはね、あれになるよ、まあ人によっちゃ可愛いって言ってくれると思うけどあれになります。楽しみにしていてください。お正月といえばというものをね、ちょっと装着しておきたいと思います。年明け最初のお話し会、明けおめを皆さん言い合いましょう。明けおめことよろ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新年のご挨拶を1月13日にしましょう。それからこんばんは。この帽子何なんだろうね、わかんない、何のデザインかわかんない前髪切りすぎたので帽子かぶって押さえてます。で、1月その次の日もオンラインお話し会です。1月14日日曜日、これは前の日にお正月コーデをしたので、次の日はゆるーく行こうということで、もこもこパジャマでクイズ大会です。パジャマを着てみんなに私がたくさん用意したクイズを出題しますクイズ大会しますなのでみんなこのクイズ大会に全員参加の勢いで来てください。こんばんは。13、14とオンラインで私とお話できますよ。お正月明け、年明けて早々待っております。この私とお話ができるんですよこの私と、はい、1月14日はパジャマでクイズ大会です。みんな来てね、待っております。次が次がリアルなんだ。1月20日土曜日のインテックス大阪、これが2024になって初のリアルお話し会ですね。あとツーショットもあります。この時は生誕ティーコーデをしてね、みんなとお揃いでツーショット撮りたいなと思ってます。もう1月20日にもなれば生誕 T シャツは出来上がってて、みんなの元にも届いていると思うので、皆さんのね生誕 T、 私がね今年作った生誕 T を皆さんの着こなしで私に会いに来てくださいもうあの T シャツはどういう風なのかはマネージャーさんにお願いしてて、まあ、完成形はまだ見てないけど、もうねすでにデザインは出来上がってるので、みんながあの T シャツを着てどういう風に着こなしてくれて、どんな感じで、あどんな顔をして私に会いに来てくれるのかを、はい、すごく楽しみにしています。それが1月20日土曜日のインテックス大阪です。私も
自分の生誕ティーをうまく着こなせるようにちょっとねアレンジ加えようかな。あ、そういう着方あるんだねって、なるほど、そんな感じで着るんだねって、アイコジとツーショット撮るのもっと楽しくなった、キュルンってなるやつをの風にしたいと思うので、皆さん1月20日は絶対来てきてください。はい、次が2月4日の日曜日のオンラインです。2月4日って言ったらまあバレンタインちょっと早いけど近いよねってことで、バレンタインデートコーデをしたいと思います。ちょっと早めの、8日の夜公演で間近で見て笑顔が魅力的でした。ありがとうございます。この間の多目的文化ホールでやった花だれのことですよね。ありがとうね。ひげめがねさん、せいちゃん、ニックねさん、ひげめがねさん、ギフトありがとう。よしぽんさん、たかしんさん、きわさん、ボブさん、ひげめがねさん、くじまささん、ジャボテンさん、うりんちゃん、ギフトありがとう。はい、2月4日バレンタインデートコーデ、これちょっと悩むね。どんなバレンタインデートコーデをすればみんながときめいてくれるか、たくさん考えてこの日来たいと思います。2月4日はまあオンラインなんですけど、オンラインでも楽しんでもらえるように工夫をしてみます。次が、2月18日の日曜日のオンライン話し会です。これはなんとね、普通にシンプルにねメイド服を着ますね。2月18日、きっとみんな2月の4日18ってなったらオンラインが続くから、みんなさ、オンラインかリアルの楽しさを知ったら、あの感覚を覚えたら、もうオンラインで実際に会えずに話せないなんて悲しいってなったらさ、もうオンライン来てくれないかもしれないから、ちょっとここで2月18日は、普通にシンプルにメイド服を着てみたいと思います。私ね、地味に普通のメイド服着るのね、これが初めてなんですよね。なので2月18日待っております。そうだよ、もうね、いろいろ考えてちゃんとお話し会のコーディネートとか設定してるし、なんかこう普通にプライベートで買い物を行く時もさ、あ、これお話し会でいいかもとか、まあ、単純にね、あ、これ可愛いと思って買うものもあるし、それを買って、あ、お話し会に使えるかもってなる時もあるけど、普通にこう何もそのなんだろう、プライベートで欲しいとか関係なく、あ、これお話し会で使えそうだから買っとこうみたいな感じで、お仕事のことを考えながら、あの物とか選んだり洋服とか選んだりするし、普段から結構ねいろいろ考えてアイドル、自分がアイドルでお話し会があるっていうことをちゃんと頭に入れて意外と生活してるんですよ。だから忘れてることは一度もないです。しんごさん、かわいい、ありがとう。アイルトンさん、ありがとう。ひげめがねさん、ギフト、ありがとう。そういうことです。で、2月は24と25があるんですけど、なんとね、24、25がね、広島でですね、広島で2日あります。2月24日土曜日が冬服パート1、25日の日曜日が
冬服パート2ということで、いややっぱね、女の子の冬服はね、やっぱ無条件に可愛いよね。これは秋服よりも見に来てほしいなと思っているので、24、25、冬服で広島で待ってます。中小企業会館、寒いから暖かくしてきてね。寒いので皆さんが会いに来てくれたら私は温まります。本当だよ。温まる、みんなが会いに来てくれたら心が温まって、私の冬服のニットもヒートテック以上に暖かくなるから、そんな感じでヒートテックなんだ。そうだからまあ会いに来てください。24、25待ってます。ほいでよ、ほいで。3月3日、3月に入ったら、3月3日日曜日はひな祭りですね。オンラインがあります。オンライン話し会があります。これはね、ひな祭りなので、お花じゃないお姫様っぽいコーデをしようと思います。お姫様っぽいコーデって何って感じですよね。私も今ね、何って感じです本当これはね、悩むな、どうしようかな、なんかまだ悩んでるけど、でもひな祭りはやっぱね、女の子にとって大事な日なので、なんかお姫様っぽいお洋服をね見つけられたらそれを着たいと思います。まだ探索中。でもね、この日可愛くしたいな。やっぱひな祭りってことだから、やっぱなんかあれとかあれとかあれですね。ちょっと十二人は厳しいのでひな祭りの日に十二人は着るのは、まあ着たい気持ちはあるけど、あ、ちょっと厳しいので、お姫様っぽいコーデって言ったらあれかな、あれはもうコーデって言うんかなって感じだけど、3月3日もオンライン話し会で皆さんのことを待ってます。で、3月20日が幕張メッセですね。3月20日は何の日だろう、水曜日、祝日、春分の日、もう春になります。はい、幕張メッセで、幕張メッセって千葉だっけ、幕張メッセは千葉ですよね。はい、3月20日は頑張って袴を着てみます。春分の日はね、なんかこう卒業、もう卒業、3月が大体もう卒業シーズンだから、頑張って袴を着てみます。もうこの日めっちゃ楽しみかも。袴を着るなんてさ、ないからさ、いい案があるんだよね、これこの日3月20日、いい案があって、だから私はもうすぐに袴を着ようって思った。直接会ってツーショットが撮れる最後の日、そうなんですよ。3月か20日もツーショットが撮れますので、ぜひ私の愛子人の袴姿と一緒に撮りましょう。で、最後10枚目のお話の最後が3月の23日、
土曜日のオンラインお話し会があります。これは3月20日に春分を迎えたということなので、春服を着たいと考えています。3月23日が10枚目で最後の日です。見に来てねじゃないわ、会いに来てね、待ってます。3、2、3。だからオンライン個別がオンラインが11月4日、11月の23、12月の16、1月13、1月14、2月4日、2月10日、2月18、3月3日、3月23日で、直接お話しでき、個別お話し会だ、直接の個別お話し会とツーショット写真会が12月10日のマリンメッセ、1月20日のインテックス、2月24日の広島中小企業会館、2月25日の広島中小企業会館、3月20日の千葉のマリーメ、あ、幕張メッセですね。はい、まあ、ところどころ私の工夫が、創意工夫が詰められていて、はい、まあ、何かイベントが終わった後とか、コンサートが終わった後とかにこれ話せるっていうことがきっと出てくると思うので、こんなことをちょっと感想言いたいとかあったら、ぜひね、その近くのお話し会を取ってみてはいかがでしょうか。はい、そして私もいろいろ考えて可愛くして参加するように頑張ってみます。そんな感じですね。レフトさん、ハートありがとうございます。全日程取っておいて損はないですね。まあ、今回私のなんだろう、こだわり、うん、こだわりが込められて、こだわりと愛護寺チョイス、愛護寺センス愛護寺センスが込められたお話し会にします。みんなと会えるのを楽しみにしてます。アンニョンさん、ハートありがとうございます。あ、その1日だけでお洋服をいろいろ変えることはないです。もうその日はその一つのお洋服だけっていう感じでさせてもらいます。こんばんは。アンニョンさん、ハートありがとう。キヨさん、かわいい、ありがとう。今お話し会の話をしています。11月1日に10枚目のシングルが発売されますが、もうね、 STU48 はせっかちなのでね、もう発売前に第2再販まで来ています。きっとね、発売前は第3ぐらいまでは行くんじゃないかなと思います。再販が多い、再販の多いグループですね。まあでもその度に、あ、ここ行けるかもって直近になったら気が向いたり、予定的に、あ、行けるって見つかったりする日があると思うので、再販に合わせて、再販の予定に合わせて来て
てくれるのも、お申し込みするのも一つの手ですよね。ちょっと先すぎて分かんないっていう、例えば3月のさ、その最後の23日とかのさ予定、まあ土曜日、お仕事ないけどみたいな、お仕事ないけど分かんないなまだとか、土曜出勤ある職種だけど休める時もあるから、分かんないなとか、そうそうそう、土日どっちが休みになるか分かんないとかっていうのは、もう先の予定だったら本当にね、つかめない。私ももちろんそうだし、同じような感じだし、先の予定がつかめない方はやっぱ直近になって再販が再販してますよってなった時に、あ、今だったらちゃんといけるっていうのがしっかり、あの、はっきり分かるから申し込もうとかってできるので、そうやって再販のね情報に合わせてお申し込みするのもありだと思う。全然ありだと思う。ありがとうございます。直近にならないと休みがわからない。そうですよね。仕事のスケジュールとかも皆さんいろいろあると思うんで、いろいろと無理はせずみんなが、あ、ここ行ってみたいな、ここ行けるなっていう時に申し込んでくだされば嬉しいです。お話し会もツーショットもみんなのなんかこれぐらいがいいなって思う量とか、この日がいいなって思う日を選んで来てほしいです。お話し会。ズーミンさん、ハートありがとう。こんばんは。Yes。 幕張メッセの日は誕生日なのでぜひ行きたい。あ、そうなんだ。幕張メッセ最後の日ですね。3月23。ん？違うわ、最後の日じゃない最後から2番目の日だね。最後から3月20日か。袴着るんでみんなやってきて、おいでなすって待ってるよ。こんばんは。私が今なんで帽子をかぶってるのかわからない人いっぱいいるよね。そろそろいいかな。前髪、あ、ちょっと伸びた、ちょっと伸びたちょい伸び、ちょい伸びた。まあ伸びたっていうか抑えてただけだけど、抑えてただけなんですけど。いろんな人に言われるんよね。前髪切った？前髪めっちゃ短くない？って言われるんよ。その度に、あ、そうなんだよ、ちょっと切りすぎたんだよって言って説明してます。めんどくさいもう私書いときたい、ここの辺にマスクに、前髪を切りすぎたので触れないでください別に触れてもいいけど、まあ、そうやって一から説明するのがもうめんどくさくなってくるいつ切ったの？みたいな言われる時に、
公演前にちょっと長いなと思ってザクって言ったら切りすぎたんだよねって言われるたびに説明してる。空飛ぶドラえもんさんハートありがとう。今日はね、似合うとか可愛いってみんなは優しいから言ってくれます。メンバーのみんなは、ね、優しいよね。女の子って優しいね。褒めてくれる。今年はもう3ヶ月か。そうか、3ヶ月なのか。何したらいいと思う？3ヶ月間。うわー、3ヶ月。2024年始まったばっかりじゃない？嘘でしょ、嘘でしょ。うん、トゥブさん、空飛ぶドラえもんさん、アンニョンさん、ズミさん、ギフトありがとう。もう始まったばっかりだよ。ねえ、ほんとにあっという間に終わるし、ツアーも。ってことはユミリンさんの卒業コンサートもあっという間にやってくるんだろうね。10月は、結構レッスンで忙しい。レッスンの日々、レッスンの日々です。で、15日はチェキ会あって、みんな楽しみにしてるチェキ会があって、21は10枚目初のスタートを切る幕張メッセのリアルお話し会、リアルツーショット会ですね。で、10月27日は私がこの STU48 のグループに加入しますっていう最終オーディションに、なんか頭回ってない最終オーディションに受かった日ですね。まあ、4周年です。10月27日は。で、28日は花だれが山口であって、で、11月1日に君は何を公開するのかが発売されて、3日が広島グリーンアリーナで2公演あって、で、4日がオンライン話し会が、11月4日がオンライン話し会で、5日がアンピーの卒業公演とリネタンのハッピーバースデー公演ですね。で、11月の12日に、広島でね、フェスがあるんですよね。広島のフェスってちょっと珍しい。大体なんかフェスって東京行ったり大阪行ったりが多いけど。こんばんは。たかな、たかさん、ハートありがとう。11月の23もオンラインお話し会で、で、25が滋賀でフェスですね。結構前から決まってた。11月25日滋賀でフェスがあるので、それに出演させていただきます。
12月はどうかな、忙しいかな、何するんだろう、何をするんだろう。11月12月リリーイベがあるのかな、どうなんだろう、何をするんだ、一体どんなイベントが待っていて何をするのかが全く私も分かりません。未知未知未知の世界、未知の世界に満ち満ちている。てか生誕祭がさいつなのかを知りたい。どれぐらいを目安に考えているのか知りたいです。もうさすがにこれ前も言ったけどさ、生誕祭もう12月の最後の方に、できたらしないでほしい。忙しいもん、みんなもそうやし、他にもなんかさクリスマスコンサートとかももしあったらさ、もうそこら辺わっちゃわっちゃするもん。しかもさそういう時ってさ、日が空いてなくてさ、だいたい年内に生誕祭済ませようとするからさ、平日やんか、だいたい平日なんよ毎回。やけんさね、今年もさ12月23回連続12月27日だったらどうする？無理、悲しい。だってそんなんなってさ、どうせさなんかみんながさなんか愛子じい生誕祭平日だよ、行けないよとか言ってさ、みんなから責められる。私が選定してないもん、そんな。みんながさ休めるかどうか分かりません、休もうと思ってますが行きたかったんですかってなってさ、まだ今年も12月27日とかになって私が責められちゃう。私だってもうちょい早めにやりたいもん。もうなんなら12月7日にやりたい生誕祭を。もうそれかもう1月でもいい、1月にしちゃって、来月にしちゃえばみんなが余裕持って来れるんだったらそれでいい。あ、11月12月生まれ多いもんね、そりゃ渋滞するよね。ただでさえ12月っていろいろ師走って言われるぐらいの忙しい1ヶ月だし、てか今年も元旦公演あるんかな。みんな的には元旦公演ってどうなんですか。こんばんは。クリスマス公演兼生誕祭はちょっと斬新すぎるね、初めて聞いた。こんばんは。元旦公演愛子じゃどう思ってるの。
どうなんでしょう。元日公演でも二手に分かれるよね。なんかキバツの人間さん、ギフトありがとうございます。なんか真っ二つに分かれそう、元日公演。もう家でゆっくりした方がいいんじゃないか。元日からお仕事、あ、推し活ね、推し活するのはちょっときついかもっていう人もいれば、ちょっとお正月始まって、お正月じゃない、年明け早々を遠征するのは厳しいかもとかってなる人もいれば、もう年明け早々、もう1月1日から全然自由に動けますから、全然大丈夫です、全然公演楽しみに行きたいっていう人もいるだろうし、まあいろいろだよね私はね、どっち派でもないな。なんか今アイコジアどうって、元日公演どうって今聞かれ、質問があったけど、私はどっちでもいいな全然休むなら、あ、お休みですねってなるし、それでまあやりますよ、今年も元日公演ありますよって言われたら、あ、今年もやるんですね、楽しみましょうねってなりますし、なんかどっちに転んでも私は楽しめるかな。カンさん、まさきさん、ギフトありがとうございます。レオさん、ジャボテンさん、空飛ぶドラえもんさん、ゲートありがとうございます。お正月がなんかでも楽しみになってきたお正月、おしるこ食べたい、え、お餅あんこ食べたい。トッシュさん、ギフトありがとう。でもね、今年のお正月はダイエッターになるから、私ちょっと今まだ決意が固まってないけど、あのね、私決意が固まった瞬間ね、もう結構かなりね、もうダイエッターになるので、もう超激しいので、超制限するのと制限しないのとで激しくなるので、まだねちょっと自分の中でスイッチを入れてないんですけれども、確実にお正月はダイエッターになろうと考えております。っていうかさ、あれまだなんですかね、あれあれですよ、あれあれあれだよ、あ、そう、山がああれあれで、あの、ヤンマガウェブさん、あれまだですよね、結果それそれ、
今年は紅白出られればいいね。そうですね。今年の紅白のテーマって何？紅白歌合戦調べてみよう。2024花は花は花は咲く。ドゥ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 。テテ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 。何ボーダーレスって。ボーダーレスって何？紅白歌合戦のテーマがボーダーレス？あ、ほんとや。第74回 NHK 紅白歌合戦、司会に有吉弘行さん、橋本環奈さん、浜辺美波さん、高瀬光三アナウンサーが決定。番組テーマはボーダーレス、超えてつながる大晦日、12月31日19時20分より放送される。すごい。女性2人、橋本環奈さんと浜辺美波さん。有吉さんはね、広島の出身ですよね。すごい。じゃあ4人の司会。男女の区別とかをなくそうって。そういう意味が込められてるんですね。ボーダーレスとは国境がない、国境が自由化されたという意味で用いられることが多かったが、最近ではこの意味を基本としつつも、これと合わせてより広く社会的な境界が消滅したという意味でも用いられるようになってきている。これさあ、花は誰のもの？花は誰のものじゃん。これボーダーレスの意味調べたら、花は誰のもの、めちゃくちゃぴったり、ぴったりだよね。ね、ぴったり。できたらいいな。花だれで出演きます。すごい、なんか出演させる人みたいなのがいる。花だれはね、本当に去年2022年STU を代表する一曲として本当にいろんな番組で披露させてもらったので、まあね、息をする心、君は何を後悔するのか、もう2シングル発売まで進んだんですけれども、やっぱり花だれって
のパワーが本当に大きくて、あの曲で結構あ STU ってあの曲この間出てたよねとかさ、なんかさやっぱそういうイメージが強くイメージ付けられてて、それを実感しますね。だから友達とかに言われるんですよ、あなんか流れとったねとかそういえばめっちゃテレビになんかで出るねってめっちゃ言われとったわ去年の冬とか言って友達とか言われるしさ、あと親戚とかにも LINE が、親戚からも LINE が来たりさ、その STU の波が広がってましたね。今年の2023から2024にかける紅白歌合戦、私たち ST48 狙ってもよろしいでしょうか。どうかどうかよろしくお願いします。松前さん、おとさん、トッシュさん、カンさん、ギフトありがとう。レオさん、カタカナのタカさん、マサキさん、ギフトありがとう。花だれで知ったよっていう3期生の子とか今いるファンの方とかいると思うんですよ。それまで知らなかったけど花だれを見て STU を知りましたとかいると思うんですね。輪を広げていきましょう。よりピースピース。ちなみにさ、去年の紅白のテーマ何？2023紅白テーマ、2022になるんか、2022、あ、ラブ&ピースか。え、あ、だから私無意識に今ピースって言ったんかな。ラブ&ピース。でもさ、去年のテーマはまさにじゃない？去年のテーマも超ぴったりじゃない？超ぴったりだったんだけど。だからさ、 STU さ、あのサイネージを渋谷駅か何かにさ設定してたよね。それでみんなにもっと届きますようにってやってたんだけど、ちょっと届かずで、届かずだったよね。どこまで名前が上がったのかどうだったのかよくわかんないけど、期待してたのに。渋谷のさ NHK のさ、ちょっとあの紅白歌合戦がある会場の近いところでさ、サイネージを流してたよね。ちょっとアピールをしてた、ちょっとアピールしてましたよね、あれ絶対ちょっとどころかもうめっちゃアピールしてましたよねサイレンジャーで実際見に行ってないんだよね。すごかったんですか？こんばんは。3期生はユニアンとリエチが花だよしって ST 受けたんだよ。そうなんだ、ありがたいね。ユイニャンとはこの間喋ったよ。この間の花だれ公園に来てたから、あ、ユイニャンだよねって言って話したよ。そしたらユイニャンです、
だよね、ゆいにゃんだよね。はい、ゆいにゃんですって、うん、こんなラリーしてないけど。あ、でもゆいにゃんだよねとは言いましたよ。ゆいにゃん、ゆいにゃんって言うんだよね。はい、ゆいにゃんですっていう会話は一度はしました。で、なんか目が悪い悪目がいい悪いの話になった。なんかその時ちょうどね、くるくるが近くにいて、でマネージャーさんがもう座ってて、でその近くにゆいにゃんもいて、で私も座ってたみたいな感じで、なんか差し入れのクッキーがあって、でそのゆいにゃんがなんかずっと立ってたから、クッキーあるから食べたらって言ってなんか本当に必要だったかどうかわかんないけど、食べていいと思うよって言ってそしたらなんか話してくれた、私と。アイコジってなんて呼ばれてるのかな、アイコジって呼び捨てされてそうでもアイコジって呼んでくれていいよ全然。アイコジー、なんかさ、あの全然私のさ、もうなんだろう、妹を超えたなんかものを感じるからさ、3期生なんか同じ2期生のメンバーでも妹って感じなのに、3期生になったらもう妹っていうか、なんだろう、なんか生徒みたいなさすがに娘とまではいかないんですけど、普通に考えてなんか生徒みたいな感じ、その姪っ子みたいな感じなんですよ。そうだからさ、普通に考えてさ、私25でしょ、で次12月で26歳だから、だって13歳とかの子とかいるじゃないですか。13、14、15、16、17って考えたら、私全然先生と生徒みたいな感じでさ、あのあれ、あのなんか普通にそういう関係が社会であるよね。だからもう妹っていうよりかもなんかね、私が先生でみんな生徒みたいな感覚。そうだからな、全然なんかさ、先生とは呼ばれたくないけどさあ、そうそうそう、なんか教育実習の先生と生徒みたいな感じなんだよね。中学校の新任教師だったら全然ありえるじゃん。だからミュポンとかさ、なんか全然敬語使わなくてもなんか、全然いいんだけどな。まあでも生徒と先生だったら先生に敬語使う。それはどうでもいいか。アイコジみたいな教育実習生の先生来たら嬉しいかな。みんな授業しますよ。授業しますよ。
みんな席ついて。でもさ、サーヤンとかアヤパンとかだと1個2個とか3個とかの違いになってくるから、そこはね、さすがに妹とかもうほぼほぼ同い年ぐらい、1個違いとかだったらほぼほぼ同い年とか、まあ2、3個、2、3、4、5とかだったらまだ妹って感じだけど、なんか10とか離れてたら、うん、先生と生徒みたいな気分になる勝手に。はい、今日もよく来れました、来れました、来れました。はい、宿題はちゃんとしてきたのかな。あ、偉いわね、偉いよね。でもその提出物今日じゃなくて昨日だったのよみたいな。そんなこと言わないけど、そんな感覚になっちゃう。さこちゃんですか？さこちゃんは、さこちゃんはなんかね、なんだろう、なんか大人びてるから、あんまり子供扱いしたことがない。なんか本当にさっきから失礼なコメントがやってくるからもうブロックしました。うん、めんどくさい。まるともちゃん、ギフトありがとうございます。こんばんは。もういいよね、私もなんかストレス溜まっちゃってもう本当に無理、もう嫌だ。それで私が責められてもなんかもういいよ、意味が分かんない。OK、 ありがとう。本当に失礼なんだけど、大丈夫です。なんかね、こういう時にごめんねって謝ってくれたり、なんかこう大丈夫だよって言ってくれる方は本当にね、もう無関係なんですよ。大体そうなの。大体なんかちょっと、もう大丈夫ですかっていう感じの方。逆にもう心配になっちゃう方がね、やばいんですよね。そう、うん、私はただただ楽しい配信をしたいだけなのに、どうしてもそうやって邪魔してくるの。あ、やばい、9時半だ。今配信中だけどメール送っちゃおう。でも配信10時までにしとこうかな。何の写真を送ろうかな。
じゃあこの写真を送りますね。みんなに私のこの写真をメールに載せて送ります。ぜひ見てください。ちょっと面白い写真わーお。この写真を見て一言大喜利、大喜利写真を送ります。はい、じゃあ届いたメールを見て返信してください。だから今見たらそんな面白いメールじゃなかった。面白いメールじゃないわ面白い写真じゃなかった。どっちかっていうと可愛い写真かも可愛い写真かも。面白いというよりかはちょっとぶりっこしてるかもですね。これサウナ帽みたい。トシヤさん、ゴーさん、スライトさん、ギフトありがとう。お気に入り、お気に入り。でもなんかね、ファンの方にいっぱいいろんな帽子をいただいて、うん、毎日いろんな帽子をかぶるのが大変です。嬉しい大変です。かわいい、これかわいい、これ好き。変顔可愛くない？キャスケット。これはちょっと夏ですね。ちょっともうこれからの季節というよりかは夏だね。また来年の夏出番お願いします。リゾート感あるで、ちょっと麦わら帽子ももうちょっと寒くなってきたから来年でございますね。こんばんは。また来年お世話になります。麦わらの一味、
麦わらの帽子の君がくれたマリーゴールドに似てる。来年また失礼します。空飛ぶドラえもんさん、ガントチャートさん、カタカナのタカさん、クジマスさん、ジャボテンさん、ギフトありがとう。コウジミョン、帽子の君が揺れたマリーゴルドに似てる、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないでと、なんでもさ、あいみょんさんさ、麦わら帽子歌ってマリーゴールド、歌ってる？私麦わら帽子をかぶってマリーゴールドを歌ってるあいみょんさんを見たことがないんだけど、本当に歌ってるのかな。見たことがないな。おもこいっぽい、確かに。ギャル帽子おもこいの時かぶってた。あいみょんさん割と見てますよ私。季節は巡り変わり、二人の距離を持て遊ぶようにと避ける、恋は脆くて儚いもの、分かってる君はすれ違うたびにまた罪を重ねてく、こういうクマちゃんのぬいぐるみとかをもらったりもします。ありがとう。ゴーさん、バラありがとう。ガントチャットさん、ミラーボールありがとう。空飛ぶドラえもんさん、かわいいありがとう。ガントチャットさん、音符ありがとう。しょ、本当にねプレゼントありがたいです。こんな私にこんな私に遠いとこからプレゼントを送ってくださるなんて。これ着れるかな、まだもう着れんかな。でもインナーになんか着たら着れるかも。かわいい、大人っぽい。そう、大人っぽいお洋服をね、私に合わせて送ってくださってるんですよね皆さん。可愛い、可愛らしい感じも届くこともあれば、私の趣味をよく理解して送ってくださったりね、もうすごいなって思う。みんなよく私を見てるなって感じです。
空飛ぶドラえもんさん音符ありがとうございます。あ、待って、それで思い出した。あのさ、ね、私めっちゃ可愛い花束を見つけたの。ワンホンフラワー、可愛らしいのもすごい好きですよ私。ワンホンフラワーっていうやつを、かわいい花束を見つけまして、めっちゃ可愛いと思ってそれを見てほしかったっていうだけです。カタカナでワンホンフラワー、こういうやつ見えるかな、全然見えない、こういうやつこれめっちゃ可愛い。あ、これじゃない、あ、全然止まんないんだけど、かわいい。ワンホンフラワー、かわいいと思って、なんかワンホンっていうのが、ワンホン、なんか中国語で、中国語なんですよ、中国語でインターネット本は人気を示し、中国のインフルエンサーを意味します。なんかトレンドフラワーみたいな感じですね。ワンホン、なんかワンホンメイクとか言ったらトレンドメイクみたいな、中国語で言うとそんな感じ。これ見ててさ、え、めっちゃ可愛いって思って誰かに話したかったっていうだけです。プレゼントで思い出した。こういうやつ、こういうやつ、なんかわかる？普通のさ、花束じゃなくない？ほら、これなんかほとんどバラ、あ、これこういうやつ、かわいい。なんかかわいい、ケーキみたい。ほら、え、これめっちゃかわいい。こういうやつ、ほら、これをさ、私さ深夜に見つけてさ、めっちゃときめいてた。え、今までにない形、そう、すごいと思って、この周りのさ、このお花を囲むなんかその側がさ、ツイードの生地になってて、なんかケーキみたいな花束なんですよ。そう、これとかめっちゃかわいい。
ケーキではないんですけど食べるものじゃないんですけど、こういうやつ、これをね夜中ときめいて、でもなんか別に誰かに LINE するほどでもなかったので、可愛いなって思って見てた。それをさ、今ちょっとプレゼントの話で思い出したっていう、だけです。失礼しました、私のときめき話を急にしちゃいました。大阪にお店がある。え、そうなんだ。え、そうなん？私これ韓国と思っとった。え、本当や。そうなんや。韓国の花束って書いてあるけん、あ、韓国ってすごいなって思って、斬新やなって思って、そうなんや、ほんまや、へえ。大阪にあるんだね。かわいい。てっきり韓国、中国に売ってるやつやと思ってました。インスタで見てて、いや、なんか言うだけなんですけど そういえばメール届きました？もうすぐかな、届くの。まだかな。りょうさん、だるまありがとうございます。レジェンドさん、空飛ぶドラえもんさん、ギフトありがとう。あ、まだ届いてないじゃあ私の配信が終わりそうな頃になったら届くかもしれないですね。まだみたいですね。うん、でも早い時でメール5分とかで届く時ある。5分、6分、7分。遅い時で15分とか。なんか多分裏側で検閲にちょっと引っかかったんやろうなって時は15分とか20分とかなんかかってる気がする。もうそのまんまストレートで、はい、このメール OK ですみたいな、その何も審査されてなかったらスパーンって送られると思います。まあおそらくなんですけど、何かしらその写真とかその文章のその単語一つ一つに、そ、ん？っていう引っかかりワード、引っかかるものがあったりしたら、あの検閲のお仕事されてる、メールチェックされてる方が、ん？ってやって止めて、あのマネージャーさんに連絡を送ったりしますね。私の担当マネージャーさんに。あ、とか言ってたらメールが来たメールが来たそうです今北産業、ここがダメですみたいな指摘が来るのかしら。あ、そうですねこれがダメですみたいなメッセージがね来ますね。だいたいね、お世話になっておりますっていうねメッセージが来たら、あ、メール引っかかったんだなって思います
お世話になり、お世話になっております、なんとかかんとかなんとかんとかの件ですって来たら、あ、メールの検閲引っかかったんだなってなって、また送り直したりしてますね。はい、今送ったメールは淡路島で撮った写真です。写真を見て一言、みんなの返信お願いします。みんなの返信楽しみにしています。この配信が終わった後 X でハッシュタグ個人メールを見ようかな、いつも見てるけど。こんばんは、返信はみんなにお任せしますよ。そんなに引っかかることある？あ、めっちゃ引っかかるときある、検閲に。で、引っかかるときは本当に半年10ヶ月くらいは引っかからなかったときある。今日も一日お疲れ様、お疲れ様、頑張ったね今日。昨日だって3連休終わりだった人いるのに、今日踏ん張ってお仕事頑張った方もいるんだよね。でも私も今日頑張ったよ、明日も頑張るよ、共に頑張っていきましょう。季節の変わり目だから体調に気をつけてね。ね、みんなも気をつけて。それこそ配信 あの最初の話に戻るけどさ、花粉症で苦しい方もいると思うので、なんか薬飲んでね、飲んだりゴーグルつけたりもうなんか対処法私も分かんないけど、とにかく頑張れただけ伝えます、頑張れ。ガントチャートさんお疲れありがとう。ウリンちゃんギフトありがとう。こんばんは、お疲れ様です。なんか今年インフルエンザが流行るらしいよ、コロナが、コロナの流行、コロナほど感染力ないけどインフルエンザもそれなりに流行るらしいから気をつけてくださいってニュースで言ってた。ま、私インフルエンザにはかかったことがないから大丈夫だと思いますね。毎年インフルエンザの予防接種受けてるし、免疫力が低下してるそうです。そうなんだ、早速喉に違和感、え、もううがいして、イソジンでうがいして寝て。ねえねえ、細菌とウイルスって違うんやね。最近、くじまさんありがとうありがとう。最近はさ、何やったっけ、風か、最近は風らしい。大きさが違うんか、えげん、ウイルスに効くような薬を飲んでも風邪やったら別にそんな意味ないから、37度5分6分とかの微熱出て、で風邪ひきましたやったらもう寝とくだけで大丈夫らしい。寝たりもちゃんとこううがいしたりしてもう安静にしとくだけで全然いいんやと。
でまたウイルスは話が違ってくるらしいので病院に行った方がいいんです、いいんですと。現医療の世界では38とか3839とかになってやっとが寝て、やっと熱が出てる状態で認められるらしい。なんか医者の中では37度5分、37度2分とかの微熱は、あ、はい、もう寝ていれば治りますからぐらいの問題なんだってそんな、もう、はい、慌てないで、もう病院も来ないでくださいって、うん、らしいです。じゃあ10時になるので 寝ますじゃない、終わります合ってるけど終わります。くじまつさんありがとう、うりんちゃん DC ありがとう、りょうさんハートありがとう、てっちゃんハートありがとう、りょうさんだるまありがとう。寝るけど寝るけど寝るけど終わります。13位アンニョンさん、12位アオタカさん、11位ズーミンさん、10位ヒゲメガネさん、9位ソリオさん、8位ハイキーさん、7位ウリンちゃん、6位空飛ぶドラえもんさん、5位カタカナのタカさん、4位ジャボテンさん、3位クジマスさん、2位シロフクロウさん、そして1位はカントチャートさんでした。ありがとうございます。目がめっちゃ乾く。おたともがあいこあいこって言ってるので来ました。え、もう終わっちゃうよ明日はもっと早く来ることだね。え今日は8時から始めてたんですけど、2時間長いこと皆さん配信見に見てくれてありがとうございました。それではまた明日も頑張りましょう。明日ちょっと朝早い、明日も配信します。私も頑張ります。一緒に頑張ろうね。おやすみなさい。あ、再販お話し会よろしくお願いします。再販おやすみ。